アイテム番号、SCP-606JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-606JP の敷地は、対人センサー付きのフェンスで覆われています。センサーの感知範囲に部外者が侵入した場合、カバーストーリー、補修工事を用いて退去させてください。実験許可の可否は、研究主任に一任されます。SCP-606JP-1 との接触は、D クラス職員にのみ許可します。他クラス職員は、単独で屋内に入らないでください。過失等の不測の事態により、被験者以外の職員が SCP-606JP-1 に遭遇した場合、絶対に提案を了承してはいけません。警備員は直ちに屋内に突入して、SCP-606JP-1 との会話を中断させてください。2010年、月、日追記、現在 SCP-606JP-1 は出現できない状態ですが、収容及び経過観察は続行してください。説明、SCP-606JP は、県、思考外の緑地帯に存在する、キリスト教の教会堂と推測される建造物です。サイズは約 30×23×12m、ミロウと翼ロウが交差して十字架を模している、いわゆるバシリカ型で、その他の建築要素も概ねキリスト教会堂の建築様式に則っています。正面玄関口にラテン語で、聖カタリナ国会教会、と記されていますが、市役所や日本キリスト教教会などいかなる組織にも記録はなく、現地調査や周辺住民への聴取でも詳細は判明していません。SCP-606JP に入った人間括弧以下、入場者括弧と自害下の条件を全て満たした場合、キリスト教の死誘導所のような服装をした人型実体括弧以下、SCP-606JP-1 括弧と自が出現します。外見上の年齢は20代、人種は白人とアジア系の混血に近く、目撃者の多くが、美しい、優しそう、神々しい、といった肯定的な感想を述べます。名前を尋ねた場合、シスター、カタリナ、と名乗ります。SCP-606JP-1 出現条件。1入場者が殺人罪、過失致死罪、強姦罪を犯したことがある括弧検証中、条件を満たす罪状が他にも存在する可能性あり括弧閉じ。2入場者が単独である括弧出現中に第三者が屋内へ侵入した場合、SCP-606JP-1 配置時消失括弧閉じ。3 SCP-606JP-2 括弧口述括弧閉じ内に入場者がいない。SCP-606JP-1 は入場者に好意的な態度で接し、会話を交わしながら国会室に向かって歩きます。入場者は無自覚の状態で、その後追うことになります。国会室に入ると、SCP-606JP-1 は入場者の過去の犯罪を正確に言い当てます。そして、この教会で償いをすれば、被害者に与えた損害を現実改変的な手段で回復しようと提案します。明らかに物理法則から逸脱した内容ですが、入場者はその真偽を疑う様子を見せません。提案を拒否した場合、SCP-606JP-1 は気が変わったらまた来るよう言い残して一時消失します。了承した場合、入場者は SCP-606JP-1 と共に転移させられます。転移先は、約 10×10×5m の石壁の部屋括弧以下、SCP-606JP-2 括弧閉じです。GPS がエラーを示すため、位置は不明です。内部には中世ヨーロッパで用いられた様々な拷問具が並んでいます。入場者は衣服を脱下され、いずれかの拷問具に拘束された状態で現れます。そして、SCP-606JP-1 は数十秒をかけて身体的特徴を変化させます。断片的な映像や、入場者の証言を統合すると、全身の筋肉が盛り上がり、ゴワゴワした黒い体毛に覆われ、身長は 2.5 メートルにまで伸び、額からはヤギのような角が生え、口は耳まで裂け、目は血のような赤、になり、死誘導所の服装だけは元のまま、と表現できます。変化が終了すると、SCP-606JP-1 は入場者を拷問し始めます。SCP-606JP-2 内では、入場者が死亡することはありません。致命傷を負った場合、即座に感知し、別の拷問具に拘束された状態になります。そして、SCP-606JP-1 は拷問を続行します。入場者が中断を懇願した場合、心臓が消失した死体となって SCP-606JP の祭壇に再転移されます。
との程度の期間耐え続ければ償ったと認められるのか、本当に現実改変に類する現象が起きるのか否かは、未だ、償い、を完了した例がないため不明です。現在 SCP-606JP-1 はインシデント、606JP 追加欄参照括弧閉じの結果、出現できない状態です。発見者のコメント、情報局監査部の要請で削除インシデント、606JP を受け再開示されました。インタビューログを元に編集。先沼博士括弧と SCP 事案研究主任括弧閉じ、どうやってあの教会を見つけたの？エージェント、青い括弧 SCP-606JP 発見者括弧閉じ、何、ただの偶然だよ。休暇中に、趣味の写真撮影のために緑地帯に入り込んだら、木々の間から突然現れたんだ。とんがり屋根の十字架に西日が差すようが、実に荘厳でね。何枚か撮っているうちに、中がどうなっているのか気になってきて、見ると、玄関扉は開いているし、ちょっとだけのつもりで覗いてみたんだ。中はがらんとして、人影はなかった。派手ではないが重厚な装飾に、ステンドグラスから差し込む光。祈りの家の神聖な雰囲気に、思わず気をされた。興味本位で入る場所じゃないなと思って、引き返そうとしたら、声をかけられたんだ。聖カタリナ国会教会へようこそ、ってな。絶対に、一瞬前まで、そこには誰もいなかったのに。まるで、最初からいたかのようにシスター、カタリナ、SCP-606JP-1 だっけ。彼女が、祭壇の前に立っていた。覗きを誤る俺に、彼女は、教会は万人に開かれております、と言って微笑んだ。綺麗で、優しそうな人だったな。どことなく、あいつに似て、いや、何でもない。趣味のことを話すと、心よく案内してくれて、どういう流れでそうなったかは、よく覚えていないんだが、気がつくと、小さな部屋で彼女と差し向かいになっていた。そこが国会室、いわゆる懺悔を行う場所だとは、後で宗教関係に詳しい後輩から教えられたが。そこで彼女は、俺の昔の過ちを言い当てたんだ。先沼博士、あなたの過ちとは？エージェント、葵、すまない、それは言えない。監査部の機密に抵触する。まあ、当時の上司や、理事連中でもなきゃ知るはずがないことだとは言っておくよ。彼女はこう続けた。神は七毒意改める者を、七度お許しになります。ここで償いをなさい。さすれば、神は、俺の過ちを帳消しにしてくれる、と。先沼博士、過ちを帳消し、何かの例え？エージェント、葵、いいや、文字通りの意味だ。その、例えばの話だが、人を殺したことがあるとしたら、被害者を生き返らせてくれるらしい。先沼博士、それを信じたの？エージェント、葵、ああ、信じた。神様はともかく、現実改変が絵空事でないことは知っている。いや、知らなくたって、信じたと思う。彼女は真実を告げている。少なくとも、そう確信させるだけの何かが、その言葉にはあった。先沼博士、償い、というのは、具体的にどんなことを？エージェント、葵、すまない、それは聞きそびれた。そこで、急に恐ろしくなって、教会を飛び出してしまって、ぐずぐずしてると、彼女の提案を受け入れてしまいそうでな。調査ログ、606JP 括弧抜粋括弧閉じ、全文は中央資料室区画に保管。第一次調査、日府2010年、月、日。目的、予備調査。手段、D クラス職員3名を潜入させる。結果、6時間にわたって内部に滞在させるも、SCP-606JP-1 は出現せず。第二次調査、日府2010年、月、日。目的、発見時の状況から、入場者が単独でないと SCP-606JP-1 が出現しない、入場者の犯罪歴も出現条件に含まれるという仮説の検証。手段、それぞれ犯罪歴の異なる D クラス職員を1名ずつ潜入させる。結果、D-6192 括弧罪状、詐欺罪括弧閉じ、出現せず。D-592 括弧罪状、強盗傷害罪括弧閉じ、出現せず。D-2986 括弧罪状、殺人罪括弧閉じ、潜入直後、背後に突如 SCP-606JP-1 が出現。
SCP-606JP-1D-2986 に話しかける。D-2986 驚きつつも会話に応じる。SCP-606JP-1 と D-2986 天気などの当たり障りのない会話をしながら、国会室に移動。SCP-606JP-1 と D-2986 国会室に入室。SCP-606JP-1D-2986 の犯罪歴を指摘。償い、をすれば、被害者を蘇生させようと提案。D-2986 が拒否すると、気が変わったらまた来るようにと告げ、SCP-606JP-1 消失。D-2986 拒否した理由については、嘘を吐いているとは、微塵も考えなかった。断ったのは、どうせ1ヶ月あんたらの実験に付き合えば釈放してもらえるから、と述べた。第三次調査、日府に潜入、年、月、日。目的、SCP-606JP-1 出現条件の絞込み。手段、それぞれ犯罪歴の異なる D クラス職員を潜入させる。SCP-606JP-1 の提案は拒否するよう、あらかじめ指示。結果、D-3915/罪状、放火罪/閉じ、出現せず。D-7522/罪状、国家反逆罪/閉じ、出現せず。D-6130/罪状、麻薬取締法違反/閉じ、出現せず。D-2827/罪状、危険運転過失致死罪/閉じ、出現。D-8834/罪状、強姦罪/閉じ、出現。重役。SCP-606JP-1D-8834 の犯罪歴を指摘。償い、をすれば、被害者が心身に負ったダメージを感知させようと提案。D-8834 指示に逆らい了承しようとしたため、警備員が突入。直後、SCP-606JP-1 消失。D-8834 の処分は見送り。研究主任のコメント、入場者が一人でないと出現しないというのは、懺悔のスタイルに則っているのかもしれないわね。あれは司祭と信者が1対1で行うものだし。それにしても、出現条件の基準は何なのかしら。殺人、過失致死、強姦、強い手、共通点を挙げれば、人の努力では、償いようがないことかしらね。不起、先沼博士、次回の調査から、被験者に SCP-606JP-1 の提案を了承させることを倫理委員会に申請。倫理委員会、了承時の反応を確認する手段が他にないという博士の主張を受け、申請を受理。第4次調査、日府に潜入、年、月、日。目的、SCP-606JP-1 の提案を了承した場合に見せる反応の確認。手段、D-2986/第2次調査に参加済み/閉じを潜入させる。SCP-606JP-1 の提案を了承するよう、あらかじめ指示。結果、潜入直後、SCP-606JP-1 が出現。重役。D-2986 が提案を了承すると、直後に両者どもに消失。GPS、1エラー。通信機、一瞬のノイズを経て、石組みの壁を撮影し始める。床が間近に映っており、画面の端下には D クラス職員支給制服が落ちている。識別用から D-2986 のものと確認。共に床に放置されていると推測。音声ログを元に編集。先沼博士、D-2986D-2986 応答して。D-2986 な、何が起こった？どこなんだ、ここはよ。先沼博士、通信機を落としたの？早く付け直して。D-2986、じゃらじゃらという金属音、バカ野郎、そんなことしてる場合じゃねえよ。早く助け。先沼博士、落ち着いて。GPS は1エラーよ。他に何らかの情報がないと、救助に向かえないわ。D-2986 は、わかったよ、クソ。窓のない部屋だ。いや、窓どころかドアもねえ。一体、どうやって入ったんだ？気味の悪いもんがいっぱいある。顔がついた棺桶だの、トゲがぎっしり生えた椅子だの、真っ赤に焼けた石が入った壺だの、魔女狩りかっつーの。いや、そんなことより、俺のことだよ。
すっぱだかにされて、まな板の化け物みてえな仏に貼り付けにされてんだよ。わ、早く助けに。映像の壁に、SCP-606JP-1 のものらしき影が映る。SCP-606JP-1 食材の前ようこそ。D-2986 あ、このアマ、これはてめえの仕業か？一体何のつもり？ SCP-606JP-1 信じております。あなたはきっと、神の試練に耐えてくださると。それでは。D-2986 聞いてんのか、早くこの鎖を、振動とともに、SCP-606JP-1 の影が変形し始める。未知の運勢、後に変化後の SCP-606JP-1 と判明、何時、罪にふさわしき、罰を受けよ。D-2986、うわぁ、化け物。先沼博士、D-2986 状況。D-2986 な、なんだそいつは、まさか、そんな、やめろ、やめてく、悲鳴とともに何かが焼ける音。数分にわたって、D-2986 の悲鳴と何かが焼ける音が続く。D-2986、おえつまじりに、もう、やめてくれー。SCP-606JP-1 償い派、まだ、済んでおらぬ。D-2986 ギブだギブアップ。命令されて仕方なく言っただけだ。SCP-606JP-1、かっこ D-2986 の被害者かっこ閉じを、生き返らせたくはないのか。D-2986 あんな女、殺されて当然だ。不適切な表現、のくせに逆らいやがって。俺は悪くな、うめき声とともに沈黙。SCP-606JP-1 何時、許しを得る、資格なし。通信中断。ほぼ同時に、D-2986 の死体が祭壇上に出現。不明な手段により心臓がえぐり出されていた。加えて、十数箇所に重度の火傷、圧した金属の拷問具が用いられたと推測。第5次調査、日府2010年、月、日。目的、償い、を完了した場合に起きる現象の調査。手段、D-8834 括弧第3次調査に参加済み括弧閉じを潜入させる。内臓型のヘルスメーターを埋め込み手術済み。選抜理由、自身の犯罪を悔いており、なおかつ健康状態も良好。結果、善悪。通信機、一瞬のノイズを経て、滑車や鎖が吊るされた天井を撮影し始める。集約。D-8834 約4時間にわたって拷問されるも、続き、継続を希望。ヘルスメーターは深刻な数値を表示。音声ログを元に編集。D-8834R、私は、死ぬのか。でも、これで、償える。私に怪我された少女たちが、救われる。ヘルスメーター、D-8834 の心拍停止を確認。数秒後、ヘルスメーターの全数値が正常値に戻る。D-8834A、何が起き、悲鳴。先沼博士、あら、ヘルスメーターの故障だったのかしら？ D-8834 何があったの？ D-8834 怪我が治ってる。それに、いつの間にか棘付きの椅子に座らされて、うめき声。SCP-606JP-1 何時の罪は、あまりに重い。一度の死では、償えぬ。D-8834SCP-606JP-1 耐えよ、罪が許される、その時まで。D-8834、悲鳴、もう無理、無理だよー。やめてく、うめき声とともに沈黙。SCP-606JP-1 何時、許しを得る、資格なし。通信中断。ほぼ同時に、注薬、加えて、背中から足裏にかけて無数の刺し傷。一回目の心拍停止時点まで D-8834 は無知による拷問を受けていたが、その後は存在しなかった。研究主任のコメント、悔い改めて LD クラスなんて滅多にいないし、今後の実験大丈夫かしら。
第6次調査、日府2010年、月、日。目的、第5次調査の続き、継続。手段、D、8834都道条件の D クラス職員を潜入させる。結果、条件に適合する人材を確保できるまで延期。研究主任のコメント、この際、やり遂げなきゃ終了だって脅して、倫理委員会の要請により以下削除。2010年、月、日、人為的な収容違反発生。発見者であるエージェント、葵が警備班を無力化し侵入。直後、調査本部が彼からの音声通信を受信しました。音声ログを元に編集。エージェント、葵、こちら、エージェント、葵。調査本部、聞こえるか？時間がないので、一方的に話させてもらう。これから、SCP-606JP-1 と接触する。すまない、志願しても却下されるだろうし、これしか手段がなかった。初めて会った時、SC、シスターに、こう言われたんだ。片岡様は辞めてしまったこと、後悔なさっておいでなのでしょう？かつての相棒、エージェント、片岡は収集員過激派のスパイだった。俺の説得に応じず、重大な収容違反を犯そうとした。あのままでは、K、クラスシナリオが起きていただろう。仕方なかった、後悔なんかしていない、つもりだったのに。母、シスターに一言指摘されたら、あっさり気づいちまった。ずっと、自分をごまかしていたことに。SCP-606JP、一世カタリナ国会協会へようこそ。お待ちしておりました、葵様。エージェント、葵、ああ、待たせたな。みんな、迷惑かけてすまない。せめてもの償いだ。しっかり記録して、研究してくれよ。中略。通信機、一瞬のノイズを経て、壁に設置されたキリスト像らしきものを撮影し始める。エージェント、葵、通信機は、ああ、よかった。ちゃんと服と一緒に置いてあるな。SCP-606JP-2 に潜入成功。俺の状態は、水車みたいなものに縛り付けられてるな。火の粉が跳ねる音、あちち、下で火が燃えてる。ああ、こいつが回るのに、あそこを通過する仕組みか。えぐいなぁ。SCP-606JP-1 難事、罪に不和さしき、罰を受けよ。SCP-606JP-2 潜入より8時間37分経過時点まで中略。エージェント、葵、1回目の死亡を確認。妙な感じだな。強い手に他物をあげるなら、リアルな夢から覚めた時か。ああ、今は鋼鉄の処女に入れられて、金属がぶつかる音と共にうめき声。SCP-606JP、何時の罪は、あまりに重い。一度の死では、償えぬ。エージェント、葵、その通り、だな、咳と共に吐血している様子。15時間12分経過時点まで中略。エージェント、葵、2回目の死亡を確認。なあ、シスター。あんたは何者なんだ？何が目的なんだ？数秒沈黙、返答なし、と。見かけによらずシャイだねー。鎖を引く音、5つ、後ろ手に鎖に繋ぎがれて、引っ張り上げられて、ああ、地味に痛いんだよな、これ。21時間51分経過時点まで中略。エージェント、葵、3回目の死亡を確認。今度は、はしごみたいな拷問具に縛り付けられてる。なあ、あと何回死ねば、り、片岡を生き返らせてくれるんだ。SCP-606JP、一それは、神が裂いていなさること。エージェント、葵、だ、そうだ。ガタンという音、おいおい、身長なら足りてるよ、無理に引き伸ばさなくてもいいって。29時間2分経過時点まで中略。エージェント、葵、4回目の死亡を書く、あ、水音と共に通信中断。36時間27分経過時点まで中略。エージェント、葵、5回目の死亡を確認。ああ、中断してすまない。水攻めされてて、喋る暇がなかった。今は、ネジのついた帽子みたいなものを被せられてる。おや、こんなものさっきまでなかったぞ。新しく生成されたのかも、キリキリという金属音、なるほど、こいつは頭を締め付け、うめき声。41時間6分経過時点まで中略。エージェント、葵、6回目の死亡、確認。さすがに、少し疲れたな。変だな、体は治ってるはずなのに。
ああ、今度はトゲの生えた鳥かごみたいなやつに、ギシギシと金属がきしむ音。47時間29分経過時点まで注約。エージェント、青い、7回、目。やっぱり、疲れてるな。体じゃなくて、心が。は、俺の心なんて、とっくに、ああ、すまない、状況は、足に、焼けた炭を、焦げる音。55時間51分経過時点まで注約。エージェント、青い、何回目、だったか、ああ、8か、金属音。71時間3分経過時点まで注約。エージェント、青い、9回、目、打撲音。77時間25分経過時点まで注約。エージェント、青い、10回。81時間42分経過時点まで注約。エージェント、青い、11。86時間15分経過時点まで注約。エージェント、青い、多分、12。まだ、かな。91時間21分経過時点まで注約。エージェント、青い、何回目、だっけ。まだ、終わらない、のかな。償えない、のかな。リナ。以降エージェント、青いのカウントが途絶えたため正確な死亡回数は不明。257時間19分経過時点まで注約。エージェント、青い、通信機のバッテリーが切れかかってる。これが最後の通信になりそうだ。それに、さすがに、限界みたいだ。この化け物の顔が、リナに見えてきてる。なんだか、この償いが永遠に終わらないとしても、それはそれでいいような、リナと一緒にいられるなら。そうだ、伝言頼めるかな。可愛い後輩の、エージェント、戸上に。不甲斐ない先輩からの、最後の助言だ。いいか、お前は。俺みたいになるなよ。通信中断。現在、インシデント、606JP 発生より、日が経過していますが、状況に変化はありません。